ゃうヨギボー。はい、せーの、うわー。いいね、気持ちよさそう。わー、じゃあ、ワンボーいきます。え、皆さん、ヨギボー気持ちいいですか？これで GC いけそう。これで一晩いけるでしょ、もう。そんなに気持ちいいの？ヨギボーに取り込まれてる。本当？このままここでずっと過ごしたいぐらい？あ、そうだね。それじゃあ、ヨギボー24時間生活スタート！イエーイ！ヨギボーの上だったら他の人のとこ移動しても大丈夫なの？あ、それは OK ですよ。ヨギボーから降りなきゃ。いや、もう2人ともずっといたいって言ったじゃん。ほら、夢の企画でしょ。そうだけどす、そうだけどす。いや、まあ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 、やるべえさ。いや、もう始まってるから。いや、ね、今回なんかパパね、人じゃなくて行きそうな気にしてる。そうねえねえ、フラグ立てないで。いやいや、ほら、この上にいればいいでしょ。だって別に居心地悪いわけではないし、ほら。居心地はどうすんねん。まあまあ、でも例のごとくママが出すゲームをクリアすれば支給します。もろもろ。思うけど、他のチャンネルの24時間チャレンジは、うん、時間をあげてさ、いろいろ1回で恋にするんじゃん。恋にするんじゃん。そう、何でもさせないんだよ。うちは騙し討ちです。物がない、確かにね。いや、だから本当、何か必要なものがあったとき申請してください。ママがゲーム出題しますから。じゃあ、はい、クリアしたらどうする？じゃあ、ママのお小遣いから旅行、旅行代金払う。温泉で温泉、温泉、温泉、かわいい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 、後ろ姿だからさ。
そうそう疲れたよもう喉乾いてたよしじゃあいいゴールねお願いしますとれそうなるチャレンジスタート1、2パパ近づいてあげて1回目失敗よ次2回目ねはいじゃあチャレンジスタート1、2、3、4、5、6、7、8
さい。まずい選択をしたの？もしかして。飲めないけ？え、まずいの？まさか。こんな。いっぱいなんですか？ね。なんかグレープようなグレープじゃないようなねえ、わかるよ、なんかあ、ブドウの匂いじゃん。あと、しかもさ、そこにさ、何使ってるか書いてあるから、ブドウって書いてある。ブドウ糖みたいな。ブドウ糖はブドウじゃないよ。ねえ、うまくね、これうまい。え、美味しい。おーちゃん気に入ったみたい。うん、おーちゃん気に入ったんだね。あー、飲み物もゲットしたし。じゃあ、携帯返して。あ、携帯返して。ひまわりちゃんだよね。携帯返して。返して。そういえば、まるちゃんだけ飲んでた漫画欲しいって言ったの。そう、漫画。漫画？漫画欲しいって欲しいって。まあ、タブレットって言われるのかと思ったら違うんだね。そうそうなんだ、漫画なんだね、今ね。2個目のチャレンジですか？はい。はい、わかりました。次のゲームは、はい、卓球コンコンゲームです。イエーイ、イエーイ。ルールは簡単です。あの、卓球のボールをこうやって何回コンコンできるかで、コンコンできた回数分、本をね、持ってきてあげますよ。パパにはちょっと簡単すぎるから、パパは壁に対しても壁とラリーするの？ラリー、コーン戻ってきて、コーンで受けて、これ一回。パパだけに厳しい。一番最初の一回はカウントしないからね。え？何してんの？何してんの？コーンで一回目は簡単じゃん。だって二回目からカウントするからね。じゃあ二回チャンスあげる。なんで優しいな私。え、あの、二回合わせて、うん、で、その本数。うん、違う、多い方だね、多い方ね。頑張れ、よっ。うん、1 1回だ、1回。まあ、とりあえず1冊は確定しましたよ。イエーイ。じゃあ、はい、じゃあ2回目のチャレンジね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、すごいすごい。あー、若干怪しいけど、おーちゃんここに。そう、13ゲームした。うわー、すごくない？よし。腰に効く。効きました。いくね。はい、3、4。え、あれ3かな今。 3だね、3だね、そうだね。いきます。はい、4、5、6。5かな。5。今5だったか4だったかなんか怪しかった。私の数え方が悪くて。5？5だって、5。よし。すげえ、まーちゃん、もうパパ思ったことすごい分かってくるじゃん。喋れないのに分かってくるじゃん。さすが。すごっ。さすがだね。ウィボーすごい。この壁に打つ。投げてないよ。投げてないよ。投げてねえよ。みんなびっくりした。びっくりしてないわ。1、2、1だな、1な。お前1だね。あー、めっちゃ危ないよこれ。危ない。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、危ない。
チェリオがコロコロ今何回やった12 14 14。びっくりして忘れちゃったよ。何回なのなかったっけ。そんなに言ってた。もういいよいいよ、12でいいよ。そんな19冊持ってても読まないから俺。結構いっぱいあるじゃん。1話のタコピー、タコピーの現在だな。え、それ1、それ、え、もう1説明なくて大丈夫。うん、大丈夫。とりあえず公式ファンブックだけもらっといて。それまだ読んでないからさ。スパイファミリーじゃない、スパイファ。何スパイファミリー。スパイファミリー、スパイファミリーの1から8でお願いします。すごい、すごい、すごい。パパは12冊だよね。じゃあパパは鬼滅刃の第12話だけでいいよ、もう。そう、ママ的には絶叫学級12巻までっていう。絶叫学級面白い。持ってきてくれる。ママめっちゃ疲れるんじゃない？いや、もうあともう自分の部屋で。少ない。バラカイ上手の高木さんを3冊で、小見さんを1冊、終わり。一巻でいいのって聞いて。いいよ。はい、じゃあ持ってきます。はい、よろしく。はい、お願いします。はい。皆さん、はい、漫画を読むにあたってもうちょっとヨギ棒があったら嬉しいなとか思いませんか？なんか確かに嬉しい、嬉しい。ゲームをさせる気か。あと2つあるんですけど、ヨギ棒ゲットチャレンジしませんか？したい。する。するするヨギ棒チャレンジする。する。よし、じゃあちょっと待っててね。これ一番できるやつやん。やっぱ欲しい。あと、なんで遠いとこに置くの？なんでそんな遠いとこに置くねん。わあ。ないの欲しい。いや、ゆうさんこのままなかなか見れないぞ。どうですか、あのヨギ棒。欲しい。あの匂いでいいでしょ。いい、いいと思います。じゃあ、取りに行ってください。え、取りに行けばいいの？取りに行ってください。ちょ、おーちゃん、おーちゃんね。もしかして。いや、一番いいじゃない。ねえ、ねえ、まちゃん、うん、私も仲間入れて。お願いします、お願いします。お願いします。どうする、まーちゃん、どうする。めっちゃ考えてるな。どうする。この大きい丸いのも増えます。確かに4個になったら相当気持ちいい ね、 ね、うん、よし来い。よし、このセリフだ。あ、すごい。
え、二人で協力するとめっちゃ移動できるじゃん。あ、すごい。やったー、やったぜ。超いいね。やったー。漫画もあるしね。暮らしてて極楽。極楽だわ。パパは混ぜる。それから嫌。それな。混ぜ？それから嫌。それから嫌。いや、大変なことになるよ。でも、別に完全に無視されてる。すごい近づいてきてる。後ろ後ろ後ろ。満足そう。満足。一本満足。だからハワイかなっていいのか。ヨギボーでいいんじゃない。ヨギボーはハワイにも勝る。今回も24時間チャレンジは失敗でした。あ、忘れられたね。今回なんかパパね、クジラできそうな気がしてる。バイバーイ。バイバイ。お疲れ様。成功しそうな予感したのに。お疲れ。